ジン空気が綺麗ですよ。すんげえやつ。サク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 。火災報知器なのかな。火災報知器 VS エアロックや。はい、どうも、こんばんにちは。よろしくお願いでございます。キャプリオです。よろしくお願いします。慣れてねえ。今日はなんですけど、見ての通りでございます。これ何かわかりますか。いやこれ空気清浄機ですか。これ空気清浄機です。これを見てわからなかったパワーアホです。この空気清浄機全部でいくらしたでしょうか。これも高いやつですか。ノーニントで。ノーニントで社長なので、はい、全部計算したら1台10万とかでしたね。そうです。本当ですか。はい、でこれがもともと僕が持ってる、エアドックっていう空気清浄機で、この3台は買いましたということでございます。で、サイズの方なんですけど、これがちっちゃいやつ、小、で、中、で、この上に台がありますね。で、これはね、世界一、空気をきれいにするすんげえやつです。すごいですね。何ね。すごいやつなんです、これ。何がすごいかっていうと、これ1台で30分で42錠を切れてます。42錠ですか。うん、で、こっちのちっちゃい方が、31錠ですね。で、一番でかいのが30分で139錠。1台で。すごくない？すごいですね、めちゃくちゃ。すごいでしょ。これ何がすごいかっていうと、これなんですよ。フィルターですね。あ、フィルターだったんですか。これフィルター。すごいでしょ。もうね、今はね、交換しないです。交換せずに洗って使う時代です。へー。ということです。今日の動画はここで終わります。ちょっと待ってください、本当ですか。ということでね、皆さんにね、エアロックの紹介ですね。猫アレルギーのある人とかでも、このエアロック、多分、部屋に置くだけでアレルギー出なくなります。猫アレルギーだけなんですか。いや、多分犬も。ハウスダスト外るんで。ということでね、開封していきたいと思います。ちょっとね、皆さんにね、最後にこいつの空気清浄機がどれぐらいの威力があるかっていうのを実験してみたいと思いますんで、よかったらね、最後の実験まで見てもらったらいいと思います。お願いします。うん、あのタバコの煙もんもんにして、ここの辺禁煙なんだけど、はい、こいつを信じて。ああ、なるほど。タバコの煙ももんもんにするから楽しみですね。いや、面白いですね。はい、じゃあ開封していきましょう。よいしょ。はい、行きました。いや、かっこいいですね。これがエアロック。こんなにあの個人で所有してるやつ、俺以外いねえ。はい、ということでね、このね、超最強エアドックで、早速実験したいと思います。よっしゃー、楽しみに。実験使う道具はね、こちらになりまーす。じゃじゃーん。タバコっすね。このタバコを、ガンガンこう、もう燃やして全部、出た煙をね、こう、吸っていただいて。ちなみに、これちょっと今4台動かしてみましょうかね。あ、やりましょう。4台。はい、電源を入れていきたいと思います。はい。はい、行ってみまーす。運命の、お、いいね。はい、ということで実験していきたいと思います。これね、今回の実験の仕方なんですけど、真ん中にこう灰皿を置いて、周りをこの空気清浄機で囲んで、はい、ガンガンにするっていう。あ、セッティングしたいと思います。こんな感じでどうでしょうか。はい、ということで今からね、実験をしていきたいと思います。タバコね、1.5 箱が200分近くあるんで、これガンガンに燃やしながらですね、どうなるのかって、この数字を見ていきたいと思います。ちなみに36、11、32とかな。はい。じゃあ行きましょうか。ちなみにちょっとね、ガンガンに熱くなると思うんで、下にこのフットボールの鍋を置きます。大丈夫？すげえ嫌な顔するんだけど。こいつたちを信じていい。いいときはこれ 42×3 だからね。うん、うん。ごめん。やばい。42×3 プラス31。計算して。もう4台で157。157畳分のを30分きれいにできるね。で、多分ここに何畳だろう、20ぐらいしかないから、そんなんで、20畳なんてもう汚れもしないと思う。多分汚れないと思う。多分俺の予想、この数値がバーって上がって、部屋はもう一切タバコの煙は出ないと思う。いただきます。もうやだな、俺にしてやるの。いくぜ。いくよ。すごいですね。いや、もうくさ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 。すごいですね。くさ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 。ちょっと何にも反応してねえんだけど。おい、まずいっす。おい、お前らバカか。風が。おっと、第1号。第1号いきました。よし。お、
火災報知器なのかな火災報知器 VS エアロックや。火事ですね。え、ガチ何にも反応しねえ。見て、何にも反応しない。30デリクイーン。そんなわけない。なんかおかしいな、俺なんか向いてねえよ。ない。え、無反応。一番ちっちゃい子は今頑張ってすごい。だけどなんかこの中くらいの子たちすごい何にもない。あ、上がってきた数字。上がってきたね数字が。どうなんどうなんこれ。こっちまでまだタバコにもしないし。そうだ。まあ、もしないですこっち。しない。この辺でとどまってるってことですか。抑え切れてるのかもしれない。抑え切れてるまさかの。どうなのどうなの。でもこの量にしては全然匂いしないですよ。でもね。でももう100超えそう。炙ります。自分炙ります。おっと101の。おっと105。オレンジゾーンあります。だからこれ普通に30分で綺麗になるってことじゃ、飲んだらってことはこれ4分の1で綺麗になるからね。ね、6分よ。確かに単純計算そうですね。さあどうなんでしょうか。いや俺一番古いやつで一番反応悪いね。うん、一番性能がこいつだな。この子この子。初っ端からもうガンガン動いたからね。でもこんだけやってるのに全部吸い取ってないこの子が。ちょっと位置変えてみようか。変えてみますか。ちょっと位置変えてみよう。これ160です。これちょっとやばいんじゃない？匂い。ちょっとこれやばいんじゃない？やばいんじゃない？ちょっと煙ですもんね。ちょっとやばいんじゃない？ちょっと煙くなってきましたね。ちょっとこれやばいね。火災報知器なのね。やばいやばい。そこ止めた方がいいんじゃない？頑張る？ちょっと大きくやめます。本気出させます、こいつらに。両方200超えました。でも全然煙くないね。全然煙くないですね。全然煙くない。まあでももうこれ以上はいかないね。多分265がマックスやね。ちょっと消化しましょうか。はい。さあタバコ消化しました。どれぐらいで手が綺麗になるのか。はい、ということでね、タイマーをね回してどれぐらいで綺麗になるか計測したいと思います。下の方が多分消えてないです。結構見つかりなんだよ。いやこれ結構時間かかるぞ。ちょっとずつちょっとずつですね。4台置いてんだよ。え、まさかの結果これ。この灰皿の匂いはないんですか。ウェール、まだ熱い。灰皿を取ってみました。どうなるか。え、ちょっと待って、こいつもめちゃめちゃ綺麗みたいな。7にまで落ちちゃったんだよ。だセンサーの位置もあるからね。だけどこれはやばいっすね。これ2年ぐらい使ってこの感じじゃ部屋の空気きれいだなと思ったら大間違いだね。メンテナンスはちゃんとしましょう。ああ、グリーンサイン1台突破。そしてこいつはもうずっと突破。さあ、あと1台、あと2台か。こっち153。真っ赤ですね。真っ赤。こいつが一番センサーの感度がいいな。オレンジ色になりました。オレンジ色になったね。さあこっち、まあ、129です。127。すごい勢いで数値が下がっていく。125、123、頑張れ頑張れ。おっと97、95、緑になりましたね。そうだね。オールグリーンです。よっしゃー、オールグリーンでーす。はい、止めます。時間停止。オールグリーンになるのに13分ですね。約13分なんで、このタバコをガンガンするやついないと思うんです。30本同士とかね。まあ、こいつの凄さが。たぶん、他の空気清浄機でやったら、たぶん、全然綺麗にならないと思う。はい、ということでね、今日の動画なんですけれども、エアドック、初代、で2代目、エアドックね、なんか、エクスパルジャーなんか、やってた、一番ちっちゃい子ね、で、実験してみました。皆さんどうでしたかね。エアドック、買いになりましたか。エアドック、これが本当の、エアドックです。エアドックだよ。困った。はい、ということで、今日の動画はここまでです。ということで、皆さん、よかったらエアドック買ってみてください。で、これ案件じゃないんでね。案件じゃなかったんですね。案件っぽく撮ってるけど、案件じゃないですよ。案件だと思ってました、僕。ということで、皆さん、まとめ。今、さっきセンサー掃除したら、やっぱり数値がね、元に戻りましたね。これはやっぱセンサーの掃除はもうマジで大事だと思います。こいつはね、壊れてなかった。あれ